さっきの続きだけど、あのもう今から行くから、今から行って、試験、筆記試験1時間、面接1時間、うん、まあ筆記は慣れてるからいいけど、慣れてるって、まあ、まあ簡易的なもんや。前のだってお前め、あのなんだ、あの国立国、あの 大学受験、あれはお前あの合計お前作文入れて5時間ぐらい、6時間ぐらいあったぞ。で今回は筆記は1時間のみ、教養試験のみで、あとは面接まあ多分30分ぐらいかな。で多分ね、来る人数はもう圧倒的に違う、もう多分10人ぐらいよ。大学職員はあれはもう書類送ったら合格とかじゃなくて、書類送ったやつ全員受けれたから、今回は書類送って、俺がね、あの履歴書とか履歴書、職務経歴書を事前に送ってやんな。でそこはハルワの求人じゃないとなかったから、ハルワ通してやって、そこで奇跡的に受かってやんな。でもうあのハルワに聞いたらさ、あのその時点で前俺動画上げたっけな、26人ぐらいね、あの26人ぐらい受け取って、もうその時点でもう5人ぐらい落ちとったやんな。書類の時点でもう5人落ちとった。でその中で俺受かったもんで、で今から行って、教養と面接やって、で団体職員で、てか面接をやるやんな。それがめっちゃ緊張するわ。一応俺志望動機長所短所、やりたいこと、なんだ、履歴今までの履歴みたいな、それをまあ簡易的に頭の中で考えてね、反芻したんだけど、ちょっと緊張するね。面接は久しぶりだ。筆記で落ちたっていうか結構あったもんで、今まで筆記でまあほとんどっていうかほとんど落ちちゃったのが、なんで面接まで行ったのが久しぶりや。多分これまた落ちるな、面接で。で今から行って、でだ今回楽屋は合計1時間半ぐらいしかないもん。前6時間ぐらいあってから昼またいだでな。今回は昼ね1時間半ぐらいで終わりだから。でしかも今かなり早く来て余裕があるもんで、寝たり車の中で、だまもう行って、先に筆記で、まあでも団体職員だもんでさ、公民的な感じだな。だからそこで雰囲気とかも分かるのかな。まあでも実際俺団体職員甘わな。なので練習がてら受けてみるっていうぐらい、多分受からんわ、だって若いやつもおるしさ、俺より上の学歴のやつなんてワンセカおるし、もう若いっていう時点でもう20代っていう時点で俺よりもね絶対優位やん。まあ受からへんわ、でしかも採用人数1人だったから、それにもう多分俺が応募したのは、結構早い方だったから、時期的に早いうちに応募したのに20何人だから、結果的に最終的に60人70人70人ぐらいおったかもしれん。下手するとお前今から言ったら30人ぐらいおるかもしれん、受験者が。俺の中ではもう10人以下ぐらいか持ってんだけど、まあでもどっちにしろ久しぶりの面接だもん、ね、緊張するわ。そんなにね、もう頼む受かってくれっていう感じではないんだよ、俺としては。やっぱし団体主義に多分合ってるんだろうし、こうやってなんか俺スーツでね、結構さ、名古屋ってさ、スーツの、特に今昼だもんで、あのスーツの人間結構見かけるやんね。俺そういうの見るとすごい嫌な気分になるもん、スーツの人間歩いてるやん。あ、オフィスマンか。すごい俺なんか死にたくなるもん、俺そういうの見ると。まあ俺寝てないから寝不足だからっていうのもあるけど、だから昨日仕事やってそのまま来たもんね。式のあの夜勤やって、そのままだもん。寝てねえもん。もう行ってくるわ。